こんにちは、琥珀です。だいぶ秋めいてきました。皆さんいかがお過ごしですか？本日はこちらのお着物を着ていきたいと思います。茶色地にですね、落ち葉の柄が描かれております。縮みのお着物になります。こちらですね、着丈、雪もそれなりにありまして、バチ襟ですので、とても着やすい、そして過ごしやすいお着物になります。お袖もですね、少し長めなので優雅な感じがお気に入りです。はい、今回はハンドメイドで作成いたしましたパッチワーク半幅帯を2本ご紹介したいと思います。秋ということで、秋色のですね、コフたちをふんだんに使いまして作成いたしました。それではですね、新作パッチワーク半幅帯2本を同時にご紹介していきたいと思います。向かって左側ですね、パッチワーク半幅帯3になります。こちらはですね、サイズが、長さ374センチ、帯幅15センチになります。秋を意識して作成いたしましたので、茶系のコフ、あとはですね、ベージュ、からし色のコフでパッチワークした面と、茶色のガーゼ生地のような柔らかい布で仕上げてみました。はい、そして向かって右側ですね、パッチワーク半幅帯4になります。こちらサイズはですね、長さが392センチ、帯幅 14.5 センチになります。こちらもですね、秋を意識いたしまして、茶系の生地の中にグリーンを織り交ぜてみました。ベージュと茶色の銘線の生地、あとはですね、藍色の生地がアクセントになってますね。本日の帯結びはカルタ結びになります。いろいろな柄のコフを使いましてパッチワークいたしましたので、どんな柄が出てくるか楽しみですね。はい、そしてですね、こちらの縮みのお着物は 1g 1円着物ワーゴさんで購入した 580g のお着物です。580g ということですので、こちら580円でこんな素敵なお着物が購入できました。お安い価格でですね、コーデができるなんてちょっとウキウキしちゃいますよね。色合いも秋を感じるお着物になります。はい、そんな感じでですね、2枚のパッチワーク半幅帯と縮みのお着物が着れてきました。いかがでしょうか？こちら2本の他にもですね、開き仕立ての名古屋帯も3本作成いたしました。パッチワーク帯は今まで、半幅帯のみの作成でしたが、今回ですね、名古屋帯にも挑戦してみました。先日ですね、ショート動画でアップいたしました淡い、青紫の一重のお着物に合わせて銀座結びをしてみましたので、ぜひそちらも見てみてください。開き仕立ての名古屋帯、あと2本はですね、鮮やかなピンク色にエメラルドグリーンの花柄の帯と、水色地にカラコ柄の可愛らしい帯を作成してみました。こちらもですね、ショート動画にアップしていきますので、ぜひご覧ください。はい、そしてですね、こちらのハンドメイドの帯たちはですね、購入サイトに載せてあります。
リンクの方を概要欄に貼ってありますので、ご興味のある方はぜひそちらもご覧ください。本日も皆さん見ていただきましてありがとうございます。それでは